昨日話題に出たかぼちゃです。かいひろみのせーのかごまイエーイ。さあかぼちゃをなんとですよ、ででーん、ご飯に混ぜています。混ぜるんですね、ご飯の方に。そうです。それ本当に会計でやってるんですか？会計ではそれが普通な。初めてやる。いや。もうコンセプトがブレない。昨日考えた。美味しいんじゃないかって。そう。かぼちゃライスにしたら。そう。かぼちゃライス自体は食べることあるんですか？いや、初めてです。いや。そんな料理の鉄人ですらそんな発想しないですよ。明日本番だからこれうまそうだなみたいな試してないものをやっぱ替え玉だからこそできるなっていうかぼちゃライス。そうでもちょっとね、かぼちゃがまだ溶けきってなくて、ちょっとね量が少ないかもしれないな。かぼちゃライスにする意味はただ美味しそうだからっていう、あと見た目ですね。ドライカレーみたいな、見た目がちょっと黄色くなるんで、カレーと全部黄色っぽくなっちゃいますけど、可愛いでしょ。まあ可愛いっていうんですかね。そうですよ。なんだろう、こうバラエティーカレーをちょっと今回作ろうかなっていう。いや、可愛らしい設定です。リベンジカレーですね今日作ってほしいのは会計オリジナルのリベンジカレーなんでそしたら新しい挑戦でした。そうですね、作ったことなければ家でも作ってないんで、今日試すってもうよく分かんない。リベンジできないですよ、こんなの。いいでしょ、そういうなんかこういうのもさ、家庭的な感じ出るじゃん。でも一切家庭的ないですよ。なんでよー、一人暮らしのダメな発想ですよ。いいじゃん。まあいいです。逆にじゃあ今日これ作ったことによって、将来そのかいちゃんが誰かと結婚した時はこれが出るわけでしょ、このかぼちゃライス。絶対出る。カレーが今日成功したら絶対出る。でもう水ひたひたのスープカレー、まさしくスープカレーみたいなのが。スープカレー好きだからね、ついなっちゃいますけれども。じゃあ一句読みますか。今日は何で読みますか？じゃあ黄色で。黄色、もうどんどんカレーに関係ない方に行きますね。まあ黄色好きだってね、おっしゃってましたから。はい。ほらね、ランディさんの服も黄色ですから。気づきました皆さん？オレンジ。気づいてます？ほらもうご飯とルーですよ。かぼちゃライスですよ。さすが今まさにその状況で、ほらいい感じになってきた。会計と同じくしてサンミュージックも受け継ぐこのかぼちゃライス。そうですね、かぼちゃライス、白と黄色ですからね。白と黄色。はい、ということでじゃあ黄色でいきたいと思います。はい、黄色といえばみやりとてれたまくんどっちかな。ありがとうございます。みんなにとってはてれたまくんとみやりどっちなんだろうと思って。私の仲いいみやりと。私とも仲いいてるたまくん。この500回以上やってきた中で、多分今日が一番最低な出来です。やばいよー。字余り、そしてね、世間一般に知らない人もいるであろうワードを使って。あ、出た。そうだ、楽屋しが嫌いなやつだった。いや最高です。いや絶対嘘じゃん。楽屋しが最高っていう時絶対嘘だからね。すみません、正直な話言います。頭に。カレーを作ってることがいっぱいなって。じゃあもう早く明日行きましょう。すいません、もう待ち遠しいんで。すいません、ちょっといい感じになりました、かぼちゃライスが。これはちょっとこれもう見た目だけなので、かぼちゃに関しては今日はそれだけでもなんか食べられそう、美味しそうですもんね。そうですね、はい。卵かけご飯みたいななんか色してますけど、ここからどうなっていくかっていうのを楽しみにしててください。そ